出ました出ました。はいはい、稲葉さん、中山さんのつながりのきっかけは、これはもう何年前か忘れましたけども、はい、結構前かな。そうですね、いつですかね。だって年にでも会うって言ったって一回会うか会わないか。そうね、そのぐらい。今年結構会ってますよね。今年ね、今年は結構会ってますけどね。すごいですね。大体あの年一ぐらいですよね。で、そのだから結構もう前かな。じゃあどれくらいですかね。10年もなんないか。なん10年どうでしょう。なんか僕はあの東京のスタジオで仕事してて、その帰りに友達の家に、そうですよね、寄ったらなんかそこに、はい、その友達の仲間が集まって、はいはいはい、なんか食事会してたんでしょ。そうですそうです。でカレー食ってたんです。そこに、うん、中山さんが。そうなんですよ。ね、そこが初めての出会いですよね。あ、ゴンだと思いながら。ああ、講師だって思いましたけどね。下で言う人はいないのかもしれないですけどね。はい。講師なんて言っちゃいましたけれども、普段は稲葉さんと言ってますよ、皆さん。はい。で、まあ僕ら誕生日がたまたま同じ。そうなんです、はい。一緒なんですよね。だから、たまにね。そうです。一緒に。そうなんです。誕生日パーティーこの間も、はい、一緒にパーティーじゃないですね、全然食事会ですよね、はい、だからあの誕生日食事会みたいのをやったんで、はい、僕の方が先についてたんですよね、この間はね。確かそうですね、先についても後についてもなんかしてますよいや一応なんかしなきゃいけないのかなって思いましたから、先日はだから、はい、そこに行ったら、はい、その入り口の脇に上半身裸で立ってました。オブジェですよねまあオブジェ、裸体のオブジェをやはりあの披露しようかなと思いまして、はい、やはりあの来る前に僕腕立て伏せしてパンプアップしてたんですよとりあえずその前のがすごかったですね。その前はすごいっす、さらに、はい、何年ぐらいだろう、遡るあれ4年ぐらいですかね。いやもうちょい前じゃないですか、40とかもっと前か、41人か、そうかな、そんくらいだったような気がします。で、まあ、レストランで待ち合わせしてて、はいはい、僕はその時は先に行ってて、そうですね、先にいらっしゃいましたよね。でゴンちゃん来ないなっていう話で、店の下 の道沿いのガードレールに座って、はい、なんか電話して、ね、もうすぐ来るってね、友達に、はい、そうですそうです、もう着く着くって、ね、タクシーがまあ目の前に止まると思って待ってたら、はい、なんかだいぶ先の方でタクシーが止まって、はい、そこで一人男の人が降りて、なんかよーく見たらなんかエルヴィス・プレスリーがサングラスをかけてですね、またこれ上半身裸なんです、はい、でよくあの腰に巻くあの白鳥っていうのダチョウって何ていうんですか、はい、あります、ね、股間からあの首が飛び出してる、はいはいはい、志村けんさんがよくコスチュームとして用いてるやつですね、それをつけて、はい、練習用のなんかパンツ履いて、そうですね、スパッツを履いて、はい、で裸で、はい、渋谷ですよあれ。そうです、カッポしてきました。カッポしてました、ね、あそこ行く前に交番があったんですよ道を挟んで向かいに交番があったんですよ、ね、だからねそこをねうまく通過できるのかどうかが怖くて僕は、いやこっちはもう遠くから見てあれゴンちゃんだよねどう考えても、だからあそこにこう姿を現す前に木陰でやはり腕立て伏せでパンプアップしてるわけですよ。でその後にエレベーター乗る前にもまた腕立て伏せ、そうなんです一応稲葉さんは下で待っててくれたけれど他の人たちがいるからまたもうそこでさらに、ね、またさらに張りのある体を見せなきゃいけないということでエレベーター前でパンプアップさせていただきました。そうですね、あのあん時は結構鍛えたから今だいぶね悔しいんですよ、そう考えると鏡見ると、あの時だいぶ張り合いました、あの時はだいぶ切れてました、切れてる切れてるってみんなに言われましたから、はい、切れてる切れてるってその言葉にねこうされるように、あれはすごかったですね、あの辺だからあの体を維持したいですよね、だからあの時の、はい、あれを維持したいです出ないとやはり裸になるのが非常に恥ずかしくなります、だからこの間この間そんな切れてないでしょ僕、まあその白鳥の時に比べれば、ね、そうですよね、だからそれが悔しいんですよ、あまだ切れてるねって思われたいんでとりあえずあのぐらいいけるんじゃないですか、でもね、だからあとは日々やはり筋トレしなきゃいけないですね、うん、習慣にしないとダメですね、うんうん。